いらっしゃいませ。お、間違えた。いらっしゃいませ。今日はやった、初クッキング動画。本格的に買いよかった。 TikTok で見つけたトルムネチップスを作ろうと思う。下手したら1分ぐらい、いやそれは言い過ぎたな、3分ぐらいで作れそうな料理を見つけたんで、今日はそれをみんなに一緒に作って食べたいと思います。めちゃめちゃヘルシーでめっちゃ美味しいらしいからね、そのまま作っていく。もう夜中に見て。じゃあ今から早速作っていきましょう。ルーティンですからあまり気にせないでください。どこ？じゃーん、じゃん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 じゃーん。この鶏むね肉で、まずこの冷凍した鶏むね肉をここにバーンと出します。ほんで包丁で薄く切って、胡椒とお塩をかけたらレンジでチンするだけ。鶏むねチップスになるんやって。これって鶏むねチップス？鶏むね。ああそうか。こんなに縮こまってたっけ。じゃあ早速やっていこうか。切らさせていただきます。三刀流。最近ワンピースハマってるね。ほんまに大好き。薄く切っていくな。これ、これの丸まるもんなん、肉って。よし、オッケー。丸まっても大丈夫。薄く切ればいい話やから。じゃあ、薄く切っていきます。みんなが包丁持つとコメント欄が、本当にみんなちゃんが包丁持つと怖いっていうコメントいっぱいいただきます。できるだけ薄く切ってくださーい。冷た。アングルしっかりしてや。頼むで。味付けはおつばでございます。うわ、ちょっとマジで楽しみ。ほんまに楽しみ。そんなにアングル変えても、何も出てきまへんで。私がいつも面白いこととかエピソードとか話せると思いきや、そううまいこといきませんで、みんな苦労してます。アンミカさん面白いよな。なんか最近アンミカさん面白いなって、やらかしエピソードみたいなやつが YouTube に出てんねんけどさ、それがめちゃくちゃ面白かった。スパイとお付き合いしてる話で、めちゃめちゃ殺されかけてる話が面白かった。やっぱり面白い人の周りには面白いことが起こるんやなって思うよな。まあ面白い人の周りには面白いことが起こるっていうか、どんだけセンサーを張れて生きれてるかっていうところなんだよな、本当は。あとはやっぱ運もあるな、そういうところに出くわす。うん、あと気づけるかっていう、そのセンサーの部分と、それがあれば毎日楽しいです。取れたかどう。まあ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 。あと何がいる。いた。どうしたの。全然大丈夫。右手落としただけ。よし、行くで。あんたらそのあとグズさんでいいの。エンタメエンタメ。よし、やっていこう。じゃあ次、今切ったから乗せていくよ。これがチップスになったら美味しいんじゃないですか。見て、これが一番でかいかも。でかければでかいほどうまいからな、今の中では。わーお。あのさ、足踏んでんのよ。うん、足踏んでんの。なんで踏んでんのそれ。違和感なかった。え、本気？マジで違和感。今ガチで踏んでたやろ、普通に。ちょっとなんかあったかみやろな、みたいな。いや今日さ、撮影の準備中さ、滑らない話をちょっと流しててんや。ほんで昔の滑らない話やったから、小籔さんの歯並びが今と全然違うなって話をしてて、見て見てパトラ見て、今小籔さん昔やから歯並び今と全然ちゃうなって言ったら、なんか本気で普通にテレビに向かって見してみってカメラの中の小籔さんに向かって見してみって言ったね。ポトラ、あーみたいな、間違えたみたいな。ほんまにやばいなと思った。うわ見てよ。どうよ、パズルみたい、うん、でこれで塩とブラックペッパーをちりばめる。岩塩かけよっか。おーいしい。なーにかかってるかなこれ、心配。ブラックペッパーパッパッパーとかけるよ。よし、うわこれうまそう。めっちゃ楽しみ、ほんまに楽しみ楽しみ。600ワット5、6分やって。じゃあ600ワット5、6分いきます。うわうまそう。いきなし曇ったわ。ちょっと爆発するかもしれんから退避しよう。レンジの隙間からビビたる煙のみ。なんか変な匂いするわ。あ、机や、それ今日届いた机の匂い。え、でもちょっと怖いな、なんかバーンとかな。ほんまに隠れとかちょっと。最初料理始めた人もこうやってたんやろな。しかも爆発っていう経験もしてるんやろな。だってさ、分数とかさ、ワットとかわからんやん。コックさんとか愛おしく思えるな。マジ料理スリルありすぎるな。確認行こうか。あ、めっちゃいい匂いする。あべっ、ほらなんか想像と違うんだが、見て。え、これ大丈夫、これなんか窓の気すんねんけど。お母さんありがとう。わあ、これはどう思う？失敗？味見してみて。
火通ってなかったどうする。いただきます。バルうま。味付けは満点、食感もまあまあいい。でもポテトチップスの方がうまいかも。もうちょっとチンするわ。コスパと簡単とヘルシーっていうところはすごいいいと思う。いやー食べてないふりしよう。あー楽しみ楽しみ。真っ黒黒すけだっておいで、出ないと目玉を落ちくるぞ。誰だか真っ黒黒すけよ。ファン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 。日向さん、自宅で慣れないクッキング、ヘルシーな、ぽい、ほ、はい、へ、う。この噛み方はやばい。できたよ、みんな見て、焦げ焦げチップスになったけど、まあまあうまそうじゃない。どう。でも、600ワット5分か6分じゃ足りひん気がした。でもこれは薄さの問題かもしれへんけどな。自宅のレンジの強さにもよると思うけど、いただきたいと思います。いただきます。ねえ、そういえば思ったけどさ、はい、このカメラの設定スローじゃないよね。違うよ、変えたよ。前の撮影スローやからな。てかさ、この机可愛くない？この後ろの本棚も可愛くない？今日ね、届いてね、作ってん。またルームツアーするわ。全部家具届き次第楽しみにしててください。じゃあいただきたいと思います。いただきます。うわ、めちゃくちゃうまそうやな。いただきます。バリクソおいしい。うん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 、焦げちょっと焦げだからさ、なんともいいけど結構うまいわ。こうおつまみに最高やわ。うわおいしい、味付け完璧や。こりゃうまい。うまい、結構うまいね。これすごいわ。これ冷凍の鶏肉切ってチンするだけやからな。パトラも食べる？これうまいんちゃうか。パトラも食べて感想ください。すっごい感想きますよ。パリパリで鶏肉の旨味はあんまないけど、あんまない、パリパリで美味しいです。そうやね、でも確かに旨味あんまないよね。旨味なくてちょっとボソボソした感じが残るけど、うんうん、パリパリで塩コショウが効いてるから、うんうん、お酒のおつまみに最高、うん、お酒のおつまみめちゃくちゃいい。結構好きかも。で次、ここだけの話、今から引き続き撮影するんやけど、だから次の動画は日向居酒屋を開いてそれの YouTube 撮りたいと思います。日向の YouTube では初めてお酒を飲みながら語りまくります。楽しみにしててください、次の動画。てんてれんてんてんてん。うまーい。じゃあ今日のクッキングは大成功ということだよね。というわけでね、はい、というわけでね、今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。グッバイシーユー、ひなたでした。うそー、飲もう。楽しみ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 。ガラスに映る日には結構太ってんな。